はい、ということでね、僕たちなんと海で遭難してしまいました。海で遭難してる、大変だ。そうなんです。しかもマイキー、僕たちの持ち物はこれだけです。この樽の中の持ち物しか僕たちには残されてません。オープン。嘘。釣り竿とバナナ、バナナは食べ物かな。で、スキューバマスク、なんかマスクと、はい、マキー、釣り竿とバナナ、あ、天気よ、半分こしましょう。食料バナナ2つだけです。ほー、大変だ、生き延びよう。あ、つけた。オッケー、ちょ、僕もつけようかな、これ。うん、ということで今日ね、生き延びましょう、マイキー。はい。なんとしてでもね、諦めないで生き延びたいところだね。こんな海のど真ん中に放り出されてるんだけれどもね。絶対生き延びたい。お、マッキー釣りしてんの？そうだね、釣りをすれば何かね、アイテムがゲットできるかもしれないからね、釣りしましょう。なんか手にあるとかあるのかな？何も釣れませんね。釣れないのかな？まあ、浮きが沈んだ時に、あ、お、マキのところじゃん。あ、お、どう来た？え、何それ？え、種、種だよ、小麦の種、それ。そう、種。おお、ただ土がな、あ、また僕のも来たぞ。ん、おお、え、バナナの苗木だ。マキマキ、バナナの苗木ゲットした。すごい。え、これもしかして食料調達できるんじゃない？小麦と、小麦の種とバナナの苗木でしょ、これ。土をゲットしたいな。土、なんとかしてゲットできないかな。あ、マキ来てるよ。ちょっ、あ、嘘でしょ？全員違う。嘘、嘘でしょ？何がゲットしたの？あ、土かと思ったら違かった。あそれ土じゃなくて石か。見せて。土かと思ったら違かったよ。あー、これ残念だ。石だな。あ、土が来てる。あ、砂利ゲット。砂利の上じゃちょっと育たないな、食物は。まあ、釣りましょう、頑張って。食べ物が作りたいのに。あ、お、ピーチくん、お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 、待って待って、来た。え、なに、見て、草ブロックです、これ。え、草埋めましょう。すごい、埋めよう、埋めよう。よーし、そこら辺に設置して、とりあえずバナナ埋めるか、バナナ。おお、いいじゃん。まあ、バナナの木がなったらさ、バナナ食べ放題になるから。うん、バナナ大好き、食べ放題大好き。うん、続けよう。まあ、ちゃんと成長するといいけどな。オッケー、続けましょう。何が釣れた？あ、ごめん、マイキーの音つった。マイキーに釣り竿当たっちゃった。ちょっと。ごめんよ、マイキー。びっくりした。なんか、敵でも当たるかと思った。わざとじゃないんだ、わざとじゃ。もう勘弁してよ。よし、釣るぞ。何が釣れるかな、次は。なんだろう。お、来たじゃん、マイキー。ちょ、あれ？あれ、失敗しちゃった。あ、失敗しちゃった。何でも逃したから。お、ダメだったんだ。お、また。見て。土、土。土来ました。すごい、マジ。あ、そしてマキ、ちょっと知らない間にバナナの木がなってるんだけれども、ちょっとでかすぎない？おー、ただこれどうやって取るんだろうね。ちょっと取ってみようかな、これ。もしかしてこれ木材にもなるんじゃない、これ木だから。木材。おー、バナナの木。あ、すごい、これさ、木材になってさ、見て、作業台とかも作れたよ、ほら。あー、おー、ナイス、すごいじゃん、すごいじゃん。ただ肝心のバナナがないけれども、どうしたらいいんだろうね、これ。わかんない。あれこれ。まさかの草を壊せばいいのかな、これ。出てくるのかな。バナナが出てくる可能性あるぞ。そうかもしんないね。壊せ壊せ。出てくると思う。ほら。壊せ壊せ。よし。うん、あれあれ、なんかバナナの苗木が出てきたけど、なんかバナナが出てこないな。まあいいや。まあまあ、ただね、木材をゲットできたからね、貴重な。この木材を使って、とあるものを作りたいと思います。じゃん。見て、マキ、これ、見て。これなんでしょ、クワじゃん。クワ、僕知ってる。何に使うの？マキ、簡単簡単。クワはね、ん？ここにね、土を設置して、このクワで耕します。そして、おぉ、種を埋めれば、これで小麦の畑が完成しました。そう、優秀。やるじゃん。いい感じだな。よーし、マキ、とりあえず釣りを続けましょう。続けましょう。なんかきっと手に入るはず。お、え？何？待って、すごいものゲットしたんだけれども。何？ずるい。水中呼吸のポーションゲットした。え？水中行ってみたら？水中。電池キャン。ちょっと行ってこようかな。僕もついてか。うん。マキ大丈夫？息継ぎできるかな？大丈夫、僕亀です。そうだね、マキ亀だから大丈夫だな。ってことで、水中に行くぞ。おお、すごい。すごい綺麗。おお、なんか下綺麗だな。サンゴ礁があるよ。なんかありそうだね。いや、待って、でも敵がいる、敵がいる。気をつけて。あ、ちょちょ、いちょちょ、これ逃げ、マキ、これドローンドだ。ゾンビが溺れるとね、ドローンドなんだよね。いちょ、あ、まずいまずい。マキ、ちょっと大丈夫、マキ。まずいまずいまずい。まずい、まずいかも。まずいかも。どこにいるの？まずい、まずい、嘘。あれ？マイキ溺れてる。
ちょっと、まずい、僕も襲われてるんだけれども、ドローンに。ごめん。大丈夫、マギ。あ、待って待って、ね、チェストがあるよ、この家の中。え、嘘。開けてみようかな。開けて開けて。いくよ。3、2、1、オープン。おー、小麦と釣り竿ゲットしました。あとね、石炭もゲットしたかな。ちょっと探索してみるよ、マイキー僕。探索して。あ、ここにもね、なんか変な家みたいのがあるぞ。ここの中にも何かあるかもしれない。開けてみて。なんだこれ。おー、なんかクラゲがいる。お？まあ、クラゲは、おー、待って、毒ダメージ食らっちゃった。え、大丈夫？あ、ただ、あ、ただ、ここにね、ここに、チェストがあった。ちょっと待って、チェストゲットした。ナイスでしょー。あ、ちょっと逃げよう。ちょっとクラゲの毒ダメージを食らってしまいました。おー、ただなんかね、釣り竿ゲットしたんでね。おー、すごい、かなりレアな、レベルの高い釣り竿をゲットしました。すごい、ナイスです。あとなんか地面にないかな。なんかないかな。おー、マイキーじゃん。マイキー発見した。やっほー、マイキー大丈夫、息は。大丈夫じゃん。大丈夫。まあ、僕は、水中呼吸のポーション飲んだから大丈夫だけど。あ、まずいまずいまずい。呼吸の。大丈夫、マイキー、早く上に上がって。頑張って、マイキー。待って待って。あれ、マグマブロックの近く行けば呼吸回復できる。なんか泡出てるし。ああ、マグマブロックってこの泡出てるから回復できるんだ、呼吸ゲージ。見たい。よし。探そう。探しましょう。お宝ないかな。宝。なんか欲しいよねー。あ、敵だ、また。あ、なんか持ってる。なんか持ってる。お、マキ、そいつ。敵だ。なんか持ってる。なんか持ってる。お、釣り竿持ってるよ、釣り竿。まずは。いけ、マグマブロックで。まずい。ちょっと待って、僕。大丈夫。頑張って、頑張って、マイキー、頑張って。ちょっと、おー、惜しい。全然ダメだ。はい、マキー、ゴーグルと、ありがとう。釣り竿も渡しておきます。一応に見てみて、このさ、釣り竿ね、超激レアらしい。ちょっと試してみようかな。え？試してみて。なんかすごいの釣れるんじゃない？うん。いくよ、釣り竿、ほい。お、え？待って、マキー、やばいものを釣ってしまったかもしれない、これは。なになになに、なに、じゃん、ダイヤモンド。そう、待って、僕もそれ使いたい。その釣り竿使ってみたいかも。いいよ、はい。ありがとう。マキ頑張って釣ってくれ。激レアなものを、この激レア釣り竿で。ちょっと使わせていただきやし。どう、え小麦、小麦の種でしたね。まあまあ、でもこれはレアなんじゃないの。だって食べ物になるからね、これ。諦めません、もう一回今釣ります。頑張って、もっと釣ります。釣れませんね。頑張って。あれ、釣れませんね。俺全然ヒットしない。あ、来るぞ来るぞ来るぞ。うん。行け、おお。え？何釣った今？え？これ。エメラルドブロックじゃん。エメラルド。すごい。これもしかしてさ、これあの行商人と取引できるかもしれないよ。そうだね。ちょっとドアを釣らせて、全一君。オッケー。と、鉄、マキ、鉄が欲しいな、鉄。あ、じゃあ全一君使って。僕は普通ので釣る。おお、いいの。よし、オッケー。じゃあちょっと協力して、鉄かなんか石とかね、ゲットしようかな。いいかも、生きていけるかも。うん。おお、そっちばっか引っかかるんだね。あ、金ゲット。おお、ナイスナイス。僕石炭。あ、石炭はいいんじゃない。なんかすごい勢いで釣れるな、この釣り竿。こっち当たらないよ、全一君。そっちばっか行くじゃん。おお、あ、鉄ゲットしてよ、鉄。うそ、ナイス。ただ、鉄がね、まだ足りないから、鉄のつるはしを作るのにはまだ鉄が足りません。なので、まだ釣りを続けまーす。バナナが釣れた。バナナって釣れるの？え？バナナが。お、石ゲットしたぞ。え、いいじゃん。石ゲットはかなりでかいかも。これ、かまどとか作れるからね、これで。いいじゃん。おー、糸。糸釣れた。待って、メッキ、糸何個ある？糸、13個。お、ちょっとそれさ、ちょうだい。まあよ、渡す。糸ってね、結構使い道あるんだよね。なんでかっていうと、これね、なんだ？羊毛が作れるんです。え？ということは？ってことは、ベッドが作れまーす。ただまだベッド1個しか作れないやん。こういとこ。へぇ。おー。気持ちいいな、これ。すごい釣れるから。大量だね。そっちばっか釣れるじゃん。ちょっと、ねえ、そっちばっか釣れるじゃん。ねえ。おー。だから、ちょっと。これどっちだ？ああ、マイキーだ。しかも鉄じゃん。あ、鉄じゃん。鉄ちょっと、鉄をゲットするために石が欲しいね、石。お、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 鉄のインゴットゲットしたぞ。え、待って待って、鉄のインゴットゲットしたから、これでね、うん、
これで、鉄のツルハシをゲット。おー。で、これによって、さっきゲットしたダイヤモンドとエメラルド。あ？いくよ、見てて。おお。まずエメラルドから。来い。おお。すごーい、僕もやった。そしたらこれダイヤモンド。おほほほほ、ゲットしてきました。ナイスです、センキュー。ちょっとエメラルド？これさ、そこにいる行商人とさ、なんか交換してこない？このエメラルド。しようしよう。なんかいいアイテムがあればいいんだけれどもな。ちょっと見てみよう。こんにちは。交換してください。交換してくれ。なんかサンゴのブロックか、ツタ。いらないよ、センキュー。なんかいらないな。いや、やっぱ交換はしないようにしよう。エメラルドで持っておこうかな。ちょっと次、いいものと交換しよう。今回は我慢。節約しましょう。そうだね、今回は節約。そして夜が明けました、多分。じゃあ今日は領土拡大をするとかどう？そうだね、結構基地とかも集まったしね。そうそうそう。おお。ちょっと広げようかな、ね、うん。おー。わお。最初に比べてだいぶ立派になった。面白い？畑ができました、これで。ナイスです。しかもこれ収穫できるからね、もう。おお、本当だ。おーし。種植えまくるぞ。植えまくりましょう。すごい。おー、だいぶ成長しました。そうしたら、次何作ろうかな。マキ、なんかやりたいことある？もっととにかく住みやすい世界にしたい。うん。まあそうだね、僕たち今、雨が降ったら雨にさらされて。そう。うん。日中は暑いし。まあ、家作るか、家。家作ろう。快適に生き残ろう。家を作るための素材をゲットするぞ。ベッドを作りたいから、糸が出てくるまでやろうかな。楽しみしよう。でも釣り竿だけど、魚は釣れないんだね、この釣り竿って。そうだね。頼む、糸。出てきてくれ、糸。お？おぉ。おい、来た！糸出た！糸出た！糸じゃん！よーし。ということで、これでベッドが作成できます。ナイスナイスナイス。よーし。ベッド、作りました。ナイス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 。じゃあこれマキのベッドね。いいよ。おー。ってことで、マキ、長い間生き残るためにはやっぱり家は必須です。とりあえず家を作りましょう。家作りましょう。ってことで、木材をゲットしましょう。やっぱ木、家は木だよね。よし、これ土ある？土あるよ。ちょうだい。ちょうだい、ちょうだい。じゃあ僕の持ってる、はい、土。おー、かなり拡大できますよ。やったねー。うん、かなり住みやすくなるんじゃない？そうしたら、マキ、プレゼント、木材です。あ、できた、できた、すごい量だ。おーし。じゃあ、家を作りますか。なんか、緑色の木ってなんか、変な感じするけれども。変な感じだね。まあまあまあ、よしとしましょう。結構でかい家作ったね。よーし。じゃあ、僕は、ドアを作りました。はい。なんか緑色の家ってなんか落ち着かないぞ。そうだね。わーけど立派。もうあー、そうしたら石とかないの？石、石がね、それがないんだよね。8個あるよ、8個。え、石？うん。あー、ほんとだ。じゃあかまどでも作るか。作りましょう。石を置いてもらえる？うんうん、オッケー。石を掘って丸石にすればかまどが作れます。うわー、そういうことか。なるほど。よし、これで丸石が8個揃ったから、これでかまどを作成。よろしく。オッケー。そしてマキ、日が暮れてるよ、日が暮れてる。え、ベッドで寝れる？うん。なんかこの家の中土だけど、まあいいや。もう、確かに。土だけれども、まあ外で寝るよりはマシだな。マシです。あ、そうそうそう、マキ、あと大変だ。とあるものを忘れてる、僕たち。なんだよ。マキ、僕たちはね、ちゃんとここに。おお。ランタンを置かないと。ってことで寝ます。僕寝てます。うん。ああ、いいじゃん。いいね、いいね。いい家じゃん。家もできたし。なんか結構、こう見るといい家に見えてきたな。でしょ？屋根だけつけようかな。雨風をしのぐための家だからね。あ、あとこれも作れた。ん？じゃあ、せいじくん。何作るの、マキ？これ、これ入れるよ。はい。これ作らなきゃ。ああ、これね。これ確かに家作りには必須だ。でしょ？ちょっと完成を待ちましょう。じゃあ僕は。あ、屋根屋根、いいじゃん。屋根を設置しまーす。素敵なお家でーす。けど見て、なんか、窮屈だね、けど。一瞬どうするの、そしたら。まあ、楽勝かな。おー、できてる、できてる。さ、砂を焼いたらガラス。よし、マキ、設置していきましょう。ガラス。ここでしょ、絶対。おー、オーシャンビューだ。まあ、当たり前か。僕たち、イカダで遭難してんだもんね。オーシャンビューでしょ。せっかく置いたけど、壊していく。
1,2,3,4,5,6,7,8。めちゃくちゃいい絵だな。11,12。うん。おぉ。いい絵だ。ちょっとここ隙間空いてるからこれだけ埋めに行こうかな。めちゃくちゃいいです。よし、完成。いや、めっちゃいいよ。おぉ、これで雨風しのげるようになりました。いいと思います。よし、ちょっと見るぞ。じゃじゃん、見て。僕たちの住処がかなり良くなりました。おぉ。まずここ、畑。これはいい。畑を作りました。小麦畑です。これをね、収穫してパンにすることができます。そして奥には、バナナの木がなってます。まあ、バナナ大量ゲットできるからね。食料にもね、まあ困らないよね。困らなそうですね。パンに飽きたらね、バナナ食べましょう。そしてこれ、最後これ、僕たちの家です。いいでしょ？立派でしょ？まあね、雨風をね、しのげるように快適な空間になってます。ちゃんと天井もついてて、ベッドもあって、ランタンもあって、光もあります。そして、オーシャンビュー。イエス！最高！ビューというかもう海の上に住んでます、僕たち。まあ遭難してるからね。ということでね、イカダね、一隻でね、遭難してて、一時期はね、どうなることやらと思ってたんですけれども。うん。まあね、持ってた釣り竿でね、ここまで大きくすることができました。できました。よかったです。この動画が面白かったと思った方はね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。まあ僕たちはね、まだね、まあ助かったわけではないので、ちゃんと陸地にたどり着いてないし。ってことでね、しばらくサバイバル生活を送っていきたいと思います。うん。ってことで、バイバーイ。バイバイ。動画がいいねと思った方は、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローと、Instagram のフォローと TikTok 登録、よろしくお願いいたします。よろしく！よろしくね。